文字書き堂トークスは書道や文字って面白いし楽しいよと何とかお伝えしたい、そんなチャンネルです。お相手は書道家の竹内と音楽家の田中でお届けいたします。よろしくお願いします。お願いします。前回からの続き。でもね、うん、はい、そうすごいわかる。で、うん、まあ、あのアコギもはまれるじゃん、うん、で、まあそうだね、だそうするとそうだね、アコギなんだね、墨流しはアコギっていう、まあ、まあ別にアコギをメインにしてる方にとっては違うかもしれないけど、ああもちろんもちろん、こたつの脇に置いてる。でそのアコギもそのちゃんとしたやつとかじゃなくて、うん、もうだから倒しちゃったりとか、うん、なんならお酒こぼして濡れちゃったりしてもいいような、うん、なんならもうそれ用にずっと高校生くらいの時から弾いてて、うん、もうどんどこどんどこ叩いて裏板が割れちゃったりしてるけど、うん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 、なんだかんだで人生で一番弾いてるギター、まあそうね、うん、あのそうガムテープ貼ったったりするもんね。ガムテープ貼ったったりするやつ。そう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 だよね、割れちゃったからね、うん、うん、ね、なんかそこを褒められてもっていうね、あのことはやっぱり今までいいなと、ね、うん、まあ、いいんだけどね、そういうもちろんいい、ね、もちろんいい、もちろんいいし、うん、アコギのこと大好きだし、うん、アコギの音もちろん自分もいいと思ってる、ね、うん、まあ、だからこそ人生で一番そのギターを弾いてるんだけどね。そうだね、うん、けど、うん、けどねけどけどね、けど、うん、これはなんかオフのやつだからそれでなんかポロポロってやったのを受けてるとしたらなんかちょっとそうだね、うん、いやでもなんかじゃああれは何だったんだみたいなまあそうだね、うん、結局まあでもね、ギターの場合はちょっとあのアコギもさ素人が扱えるもんじゃないからあれだけど、うん、まあ墨流しの場合はさ誰がやってもできんのよ普通に、うん、まあでも墨汁と和紙を買ってこないだけど、だからなんかこうみんなにやってもらったらいいかなと思って、うん、なんか教室の生徒さんにやってもらってたりとか、うん、まあ、体験教室開いてみたりとか、うん、なんかそういうところでやるには、まあ、めっちゃ楽しいし、うん、で自分もできるっていう、うん、そうそうだね。そう。なんかワークショップっていうか公民館とかさ、うん、なんかあの文化センターとか、うん、なんかまあどこでも何でもいいんだけど、うんうんうん、なんかそういうんで前知識とか前の素養なしでできるもんね。そうそうそう、素養なしで、で結構誰でもうまくできるっていう。外人でも、あ、そう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 、感情分かりますよ、うん、みたいな、うん、人でも全然ね。そう。で、あの、まあ、ある程度、やっぱりうまく誰でもいい模様が、綺麗ねっていう。うん、まあ、ね、こう、なんかすごい、邪悪感のやつがさ、出てきちゃってるんだけど、なんかあのなんかそういうののさやつでさ、なんかとかライブとかでもやってたりする時とかあって、なんかどうなんだろうなとかって思ったりする子なんだけど、うん、打楽器とかだとさ叩きは音出るから、うん、とりあえず、うんうんうん、まあピアノとかもまあ打楽器ってボタン押しは音で、うんうんね、ボタンとは言わないかもしれないけど、うんうんうん、でもやっぱ例えばじゃあトランペットを音鳴らすっていうのは大変なことだし、うん、ギターとかだってね、それは綺麗にちゃんとね弦押さえて音出すっていうのはそれはなかなか難しいことだけどさ、うん、なんかお客さんにこうなんか打楽器とか配ってさ、なんか参加型みたいなとか、うんうん、なんかあとなんかこう公民館とか文化センターみたいなところでさ、うん、なんかなんとか打楽器のワークショップみたいなさ、うん、それギターだったらだって無理じゃんみたいなそうだね、無理だよね、だから音ならないもんね、だからやってで、それでなんかいや音楽は楽しいみたいな、うん、音楽は素晴らしいみたいな、だからそれはいいんだけど、うん、まあ、僕のやっかみも多少なりあるにしてもさ、それは楽しいよ、楽しいけど、だってそれでさ竹内さんが そのね、そういうワークショップみたいんで墨流しやってみんなもできましたって言って、先生書道って素晴らしいですねって言ってくるやつがいたらうーん、まあそうなんだけど、ちょっと違う、ちょっと違うんだよな、これはまあさ、なんかさ、うん、こう古典のさ入り口に、ラーメンとチャーハンを置けみたいなさ話あるじゃん。どういうこと？あのさ、なんかこう自分なりの表現みたいなさ、ちょっと偏ったみたいなさ、うん、感じの表現を、うん、もあるんだけど、うん、やっぱりなんか食べて美味しいものっていうか分かりやすいもの、うん、分かりやすく綺麗でうまいもの、はい、っていうものを見せてあげることによって、うん、多少なりともその奥に来てくれる人がいるかもしれないみたいな話もあるじゃん。ああ、だからアルバムの1曲目はどっつきやすい曲にしろよみたいな。なんかね、中華料理屋もなんかさ、なんとか賞の三星賞のあのこの山の奥地の、 あの名品だっていうものをさ、うん、最初にさ提示されてもさ、いやちょっとラーメンと餃子がみたいなさ、うん、あ、そうそうだね、うん、メニューの一番最初の日はラーメンと餃子とチャーハンとかで、やっぱ書いてあげてほしい。チャーシューとかシューマイとかその辺にしといてほしいよね。うん、だそういうものを置いて、うん、来てくれるっていう、このホワッツァをなんだかっていうの何ですかみたいな。だから、やっぱ、それだとさ、それがメインのさ、あれでさ、あ、こういうのしかないんだ、みたいな、なんか、ちょっと挑戦続けんやなんないな、みたいなさ、感じで、店を通り過ぎてしまうことだってあると思うから。でも、そんなこともなくない？なんか、まあ、そういう、こう。まあ、中華料理ぐらいだとね。
あ、間違えるくらいだとっていうか、なんか逆にっていうかさ、うん、その中国人の方がやってるお店みたいなとかだと、うん、町中華だとそれ違うかもしれないけど、うんうん、とか、まあ、日高屋さんとかさ、うんうん、ああいうとこだと、まあ、やっぱ それを食べに来てるからね。うん、だけど、なんかそういう、いわゆる中華料理、うんうんうん、とかだと、お店その超高級店とかじゃなくてもさ、うん、あの、最初の方になんかこう、まあ、ピータンとかそのくらいは馴染みあるのあるかもしれないけど、だからそういうので、ご飯物っていうのが最後の方のページにない、うんうん、中華のメニューってペラペラ、はいはいはい、そう最後の本当最後の方にラーメンでその次飲み物とかさ、うんうんうん、そうそうそう、だからなんかいわゆる定番ものは一番最後の方に書いてあるパターンのメニュー構成あるよね。まあそうだね、うん、まあ、ただなんか出てるさ、あの看板、例えばその外に出てる看板にはまあなんか定番メニューが書いてあるんじゃない。あ、そうだね。まあ、せいぜい麻婆豆腐とか。そう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 。だから入り口にはやっぱりなんかそういうものを、そう、うん、麻婆豆腐とかだと思うんだけど、うん、あとなんかワンタンとかさ、うん、か分かる、分かる、分かるメニューが出てるよねって感じはするから、だからそういう入り口として、いや、それで奥までどれだけの人が来てくれるか知らんけど、うん、だけど、まあ、あの、入り口。でも自分のさ、個展の入り口にさ、その住み流し、飾られるのはなんかちょっと、まあ、あの、これ、いや、先生、あの、これを貼るとお客さんが500人増えます。じゃあ、貼ります。っていう。貼ります、貼ります。貼ります、貼りますって なると思うけど。うん、まあまあ、そういうこうね、葛藤っていうか、なんか、まあ、ね、どんな分野の人も本当にこうプロでやってる方はさ、みんなそんな思いを抱えてるんじゃないかと思うんだけど、やっぱりね。だけど、まあ、まあ入り口としてさ、なんかその触らないわけじゃん、牧場もさ、紙もさ、和紙も触らないわけじゃん、日々。だから、まあ触ったっていうね、触らせる。でもなんか それなんかあるよね。なんかこれもだからあれだけどさ、結局すごい参入障壁が低いところで やるというかさ、例えばそのギターとかでもね、うん、例えばこう、いや、YouTube でこういうの見て、なんか簡単にできるんですよね、みたいな。でもなんか、まあね、ちょっと、でもちょっと自分でもやっぱ分かんなかったんで、うん、ちょっと教わりに来ました、みたいな人とかさ、だから簡単じゃないんだよな。そうそうそう。なんか簡単に楽しめて音楽は素晴らしいみたいな、なんか、いや、だから、墨流しはとりあえずできるかもしれないけど、うん、で字書くのもできるかもしれないけど、うん、書道っていうのをやるのは、うん、そら君そういうふわふわっとなんか楽しいキラキラライフみたいなこととしてはちょっとやっぱ無理だぞみたいな、あの一回奥歯が砕けそうになるくらい歯ぎしりの夜も必要なんだぞ、その覚悟はあるのかいみたいな。まあそうね、うん、まあでもそんなことをさ最初に言っちゃうとさ、こんこんと説明してでやんのかってことはできないじゃん。まあでもだね、なんかだから そういうさ、逆にっつうか、うん、そういう参入障壁が低い形で、例えばまあ打楽器をさ、打楽器なめんなよって話ではあるけど、でも音は出るじゃん、うんうんうん、でだってそのコンサート会場とかさ、うん、ね、あの「ねねねねずっとずっとねねねね」、あ、これなんで今嵐歌ったかっていうと、ちょっと目にゲームセンター嵐の漫画本の背拍子が見えちゃったから、まあ嵐ね、嵐ね、うん、こうやって手拍子叩くのがなんかタンバリン渡されたりとか、うん、ちょっと小太鼓みたいなの渡されたりしたら、なんか手拍子しているよりやってる感が出てね、まあまあね、音楽に参加してるっていうね、うん、感じがして楽しいみたいな。いや、まあね、でも それはあの、なんつうのかな、だからそういうのがあるせいでなんか簡単なんですよねみたいな。そうね、その誤解はなんか辛いよね、聞くにはね、うん、こちらが、まあ、簡単なんですよねっていうか、なんつうんだろうな、あの、なんて言ったらいいんだろう、これは簡単なことのはずなのに、うん、こいつはその簡単にできるコツっていうか、うん、ハウトゥーみたいなのをわざと出し惜しみしてて、うん、言ってないから、そう、私ができないのはそういう理由のはずだみたいな、まあ、感じで思ってくる人いるよね。いるね。いるよね。いるね。そうだね。そうだね。だって、まあ、そんなって簡単じゃん。墨流しはみんなね、綺麗に楽しくできたけど、うん、その書道をやるっていうのは別の、ね、うん、別の、こう、なんていうの、レイヤーというかさ。そうだね。なんか、いわゆるさ、次元が違うんだぞっていう。なんか、字だとさ、やっぱ、よりそういうふうに思われがちなところはちょっとあって、その、うん、さ、習ってなくても字上手い人みたいなのっているじゃん。うん、全然いるでしょ、うん、だからなんか、
なんでその人ができて私ができないみたいな。で習いに来たのになんかで、それでもできないのはこいつはコツをそうわざと出し惜しみ、うん、か教えるのがどべたかみたいなさ、うん、ことに思われがちよね。まあそうその部分がゼロではないにしろ、うんうん、でもちょっとそこは違うんだよね。そうなんだよね。あるよね。やっぱりこう身につけるということの謙虚さがさ、うん、何かをやって何かを身につけたり、何か完成品として出すみたいなことの、うん、そのね謙虚さというか敬意がやっぱちょっとね。まあ、と自分でさ距離感とやなんかやったことが あればわかるのよね。そうだ僕はだ別にちゃんとやったことはないけど、うん、その書道っていうのをやろうと思ったら大変なんだろうなっていうのは、うん、とってもよく、うんうん、まあ想像その大変さについてね、うん、実際具体的な内容っていうよりは想像がつくけど、うんね、だから例えばお料理とかでもさお料理教室簡単にこれできますみたいな、うん、これレンチンでできちゃうんですよねみたいな、うん、だそれで完成品ができて そこそこ美味しいっていうのとさ、うん、あの料理道みたいな美食とはみたいな塩みたいなマヨネーズを持ってきてくださいみたいなうげえ気持ち悪いみたいなあれねカツオカツオの刺身板前が指定した食べ方以外の懐石料理とは完成されたものでありみたいなじゃないけどさ、うんうん、なんかあのでそうするんじゃねえねなんか簡単でできちゃうんですよねみたいなまあねなんか難しいね。料理もさ、字もさ、身近じゃない。で、うん、毎日あるじゃない。うん、だからできると思いがちなのはさ、音楽よりもできると思いがちっていうか、まあ。料理はでも できるんじゃない？ある程度。まあもちろんそうだ。字もそうなんじゃない？そういう意味では。うん、だってこの組み合わせで分量がある程度合ってたら、まあそうね、うまいよねっていうのは、レシピ、うん、まあレシピとまで言わなくても、うん、それはできるだろうよ。まあそうね。食える程度のものはさ。そうね。なんか。うん醤油とみりんを1対1で絶対に混ぜてくださいよって言って、それさえ間違いなければ、それなりの味になるもんね、うん、別にね。だけど、料理道っていうかさ、だからこれで、うん、できたんだけど、でもちょっとこの炒め加減というか、あと包丁仕事もちょっとあれで、火の通り方があれで、うん、食感がどうのこうので、うん、あの、加熱のタイミングとか順番もこうこうでこうで、うん、あの、食材の良さを引き出しきれてないとかさ、うん、そういうのが自分で食べて分かるくらいだったらやっぱそこに葛藤が生まれてくるけどさ、うんうん、あ、なんかうまいじゃん。え、全然いける。え、あ、初めて作ったの簡単っすね。みたいな。まあいいけどね。それは料理道ではないし、そうそうそう、葛藤もねえじゃん、みたいな。うんね、もちろんその人にとってその時点でハッピーってことはハッピーだなと思うけど、うん、まあただそのね料理を俺料理できるみたいな料理道いけるみたいなそういうねそういうのはちょっと違うかなっていう感じはするね、うん、そうだよね、うん、どうしようもなくやっぱそこの乖離というかさ、うん、なんかねあるよね、うん、まあ料理とかさ音楽とか、うん、まあいわゆる字美文字的な字文字っていうのってさ、うん、あまりに身近にありすぎて。とかまあ文章書くとかもそうかもしれないけどね。文章はさ、比較的さ、なんか国語のテストとかでさ、うん、めっちゃ苦労するしてるっていうさ、自覚がある人がいるじゃない。ああ、まあそうだね。まあ書くの大変っていう意識は。そう、はあんじゃないかなっていう気はするね。だからさ、なんか、その、まあ音楽の中でもさ、バイオリンやるとかさ、うん、例えばトランペットとかさ、うん、なんか音の出し方さえよくわからないような楽器を扱おうと思った時に、うん、それの道のりが遠いってことはなんか誰でもわかる気がするんだけど、うん、やっぱあまりにもさ、まあギターとかどうなんだろうって思うけど、うん、まあ太鼓とかさ。でもギターとかですらさ、うん、あの、女性の方とかね、うん、その爪の長さだとそもそも絶対弾けないですよっていう。あ、そうだったからね。そう爪切ってくださいって。爪切ってくださいって言われて、え、なんかひどいことを今言われているみたいな。女性蔑視みたいな。私なんかその場で言ったけど。そうね。なんかそりゃそうです。そう確かにみたいな。これは戦前ですかここみたいな。うん、違うんだよな。そうね。それを切らないと無理なんだよな。まあそうだよね。だからそういう風に。なりがちっていうかさ、そのこっちが悪いみたいな、うん、それはだって、弦がさみたいなね、うん、当たっちゃったら抑えられないじゃんみたいな、開放弦だけでやるみたいな、ならね、そっちの右手の長い爪、それまあちょっとは功を奏するかもみたいな、それかまあピックとか使えばバチ使えばいいんですよ、まあね、でもなんかピックでもなんか引っかかりそうだけどね、あまりに長いさ、まあね、あのだったらね。そうだね。なんかそんなようなことはたくさんあるよね。あるね。うん。うん、まあだから、
なんだっけ、墨流しね。墨流しね。なんか、最後、ちょっと落ち込んで終わりの回で。いや、でさ、墨流しは、まあ、この辺な、の話で、まあ、それすごい楽しいし、やってみるといいよっていう話ももちろんあって、まあ、その広がりがこういう話だったわけなんだけど、まあ、でもさ、その、ショート動画、我々がその始めた後にさ、そのショートの、その、まあ、墨流しを一発目に、まあ、なんか、やったね。まあ、実験的にというかさ、何上げていいかよくわかんないし、ショート動画を、なんか、あんまり習慣、見る習慣なかったから、それまで。まあ、だから、墨流し上げてみたり。パッと映えそうだしね。ああ、そうだね。とか、やってみたりとかさ。で、まあ、その次に、なんかその、私が書いてるところを、まあ、その、撮って、アップしてみたりとか。今年の感じとかね。ああ、そうそうそう。とか、やってみたりとかも、ね、したし。あと、その、過去動画の切り抜きとかもね、最近上げてみたりとか。なんか、そこから、その、ショート動画の魅力っていうかさ、なんか、ちょっと、なんかあった感じするじゃん。まあそうだね。ちょっとなんか楽しくなっちゃったみたいなさ、ところあったから、そのショート動画 A の入り口が墨流しだったみたいな。ああ、そうそうそう。そこの話もちょっと。墨流しがちょっとショート動画導いてくださった。そう、導いてくださったっていう意味で、なんか。ありがとう、マーブリング。マーブリングね、ありがとう、マーブリングっていうのが、こう2022年のこう締めだったかなっていう。そうそうですね。思い出ね。思い出を今ちょっと。初動スタイルマーブリングね。初動スタイルマーブリング。そう。そう。から、我々はショート動画に、ショート動画でね、マーブリングね、墨流し上げたのはもう2回ぐらいで終わっちゃったんだけど、1回だっけ？あ、そうそうなんだよ。だからそれは結構最初の方に言おうと思ったんだけど、まあ言ったようなもんでもあったかもしれないけど、やっぱ区別がつかないよねっていう。ああ、模様のね。まあ2個3個4個5個とかまあね。まあそうだね。だからあと2個並べて比較したらそれは違うけど、100個並べて。これ28個目のやつだったかな、ね、62個目のだっけな、これはもう区別つかないもんね。そうだね。全然。だったらなんかまだ字書いてる方が、あの文字書いてたやつみたいな話にはなるもんね。まあまあ、それはそうだね。まあ、切り抜きは切り抜きでね、全然違う回だって。あとね、そうそうだ、マーブリングについてさ、序盤に言おうと思って、なんかもう、最後このダラダラのさ、なんつうの、こういうの、打足じゃなくて、冗長みたいな。冗長じゃなくて、なんつうの、こう、なんか流してるだけみたいなさ、ジョギングの最後なんか、みたいな、クールダウンみたいな感じの話だけど、あれっぽいなと思った。ちょっと話聞いてて。区別はつかない。でも、それは二つ並べたら違うんだけど、でも、キャンプとかでさ、焚き火するとか。あれ、焚き火も絶対上手くなってくるじゃん。でも毎回木の組み方が完全に一緒だったりすることがあるわけもないし、まあ木自体も違うしね。そう。だけど、なんか、技術は上手くなってくんだけど、その洗剤の配合とかさ、なんかそのかき混ぜ方とかさ、炭の垂らし方とかさ、上手くなってくんだけど、26回目と82回目の差が、まあね、まあそうね、だからさ、その、こう、掘りがいがどっか早いっていうかね、その、あ、そうそうそう。うん。焚き火もとりあえずついちゃったらさ、なんか焚き火っていいよね。毎回毎回なるんだけど。毎回焚き火いいねってなるのはわかるけど、だけどなんかその焚き火道としては、なんかその。焚き火そのものの部分ね。そのものの部分にしては。もう火ついちゃえばもういいっていうかさ。そうだね。それはすごいあるね。だからなんか、こうさ、噛めば噛むほど的な感じでは、ないといえばないし、あるといえばあるんだけど。まあ、そうそう、焚き火もそうだよね。あるといえばある。まつわることとしては、全体感としては、そうだね。楽しいし、やったら、だってマーブリングはいいものがさ、ほぼほぼ毎回できるわけだから、ちょっと気分が落ち込むというよりは上がるだろうし、まあなんか今日もまあとりあえずいい感じみたいな。あ、でもさ、なんかさ、今日はいい感じにできたんだけれど、あ、でも字書いてないし、みたいな気持ちにやっぱなったりするから、字、あ、やっぱ字書こうみたいな。焚き火、火つけて、明太子で焼酎飲み始めちゃったら、仕事終わってないんだみたいなことだよね。そうそうそう。やっぱ、締め切り、飲んじゃうよね。焚き火いいよね。みたいな。でも葛藤があるみたいな。そうそうそう。葛藤が残ってるみたいな感じのことにはやっぱなりやすいんじゃなくて、なる。逆に煽られる感じするね。いや、なんかさ、悔しいじゃん。なんかさ、そんなものでさ、いいものがさ、できちゃうっていうのも、あれだし。で、結局26番目と27番目があんまりよくわかんないっていうものが。自分でもどっちが。そう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 。わかんないわかんない。で、しかも誰が作ったとかもわかんないのよね。その人らしいみたいなやつも、やっぱりあまりにも自然の流れすぎて。ワークショップとかで100人でやったのと、先生の私がやったのが、別に同じじゃないみたいな。そうそう。ってことになっちゃうから、やっぱり
それもね、悔しいし、やっぱ恥にかかないとってやっぱなるよね。うん、そうだね、うん。まあ、というわけで、そうだね。やっぱ、私のっていうか、ね、なんか、ちょっとそういう、うん、そうだね。なんて言ったらいいんですかね。なんかこう、私感が出るやつを、噛み続けたい。あ、ただ表現物ではないってことかな。ああ、そうだね。行為の結果であって。うん、まあ、もうちょっとね、極めていけばそういうのもあるかも。やっぱさ、布を染める人とかさ、は、そういう技術で、本当に布を染めてさ、表現物にしている人とかは全然いると思うから、はいはい、もっとすごい大規模な、オケとかあればさ、もっと全然違うと思うけど。ああ、そうだね。うん。あとなんか何かに張り込んでさとか、オケが長ければ、うん、ここは青で、ああそうだね、ここは何もない空間で、うん、こっちは黄色と緑を混ぜたやつでやって、うん、それをうまいこと染めるとか、うん、あまあ全然多分技術っていうか技術っていうかあるある、うん、あるあるよね、うんうん、からなんかそういうのいけばもっと全然違う話なんだけど、結局全然色も一色でしかやろうと思ってないしこたつに入って手伸ばしてそうそうやれる範囲みたいな、なんかお刺身の蓋ひっくり返したやつに水ピャってやって炭ピャってやってなんかペッてやってみたいなこのレベルだとまあそうだね、だからなんかこう自衛の揺り戻しみたいなものがより大きくなるかもしれない ね、はい、うん、まあそんなことにハマっておりましたという話です、でした、はい、いやまあショート動画やってるからそれもちょっと興味ある方ご覧いただけると嬉しいです、まあでもまあ今は基本的に切り抜きとかね、まあそうだね、だからまあでも今回のインデックスだから、でもバーって見てなんか面白そうだなみたいな、ね、あればその回ちゃんと見てみるみたいな、うんうん、なんかそんなように感じで使ってもらえると嬉しいなと思います。まああるいはもう1個目から全部見るみたいな、まあそれはねそれはありがたき幸せ、はい、こちらがねお願いだぞ全部見てねぞ、はい、でもそんな感じですか。はい、はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、チャンネル登録高評価などなども、グッドボタン高評価なんかもよろしくお願いします。お願いしますかね。はい、こんな感じで、はい、はい、というわけで、お相手は書道家の竹内と、ジャズギタリストの田中でお届けいたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。